まあ、今持続不可能な問題というのは世界中に蔓延していると思うんですけれども、そういった問題を解決するためにはやはり教育の力が不可欠だと思うんですね。持続不可能な、まあ、問題について気づいたり考えたり、そして解決して行動するための方法について学ぶ環境教育であるとか ESD がこれからすごく重要になってくると思っています。もちろん環境の大切さについて学ぶことは大事なことだと思うんですね。ただしかしそれだけではなくてですね、自分だったらどういうふうに環境を変えていくことができるのかっていうのを考えることがすごく大事ですよね。現在の持続不可能な状態というのは我々のライフスタイルから生まれていると思うんですね。ですからそのライフスタイルを改善するために小学生であるとか中学生の子ども時代にですね、環境教育や ESD をする必要性があると思っています。環境教育にシンクグローバリーアクトローカリーという言葉があるんですね。地球規模で考え足元から行動するという意味なんですけれども、たった一人で地球環境を何とかしようと思っても無理ですよね。まずは身近なところから自分のできることから地道に取り組んでいくということが基本だと思います。体験することにすごく意味があると思うんですね。知識伝達型の授業から脱却して学び手が自ら学んで掴み取っていくような、そういった参加型学習をしないとですね、持続可能な社会のための価値観であるとか行動につながらないと思うんです。本物の体験をすることによって、まあ、子どもたちはなぜだろう、どうしてかな、なんとか問題を解決しなければいけないなっていう強いモチベーションを持つようになるんですね。例えば自然の中に身を置いて、その中で五感を通して自然を感じ取ること。でもう一つは、持続可能な社会づくりのためにいろいろ活動している方がいらっしゃいますが、そういった方と実際に会う、そして話をする、で一緒に活動する、そういった本物の体験をすることができるというのが、体験の機会の場だと思うんです。そういった中で自分たちなりに何とか問題を解決したい、より良い未来を築きたいという強い思いを持つようになるような気がするんですね。またそういった人たちが増えることによって持続可能な社会に前進していくように思います。体験の機会の場をですね、もっともっと増やしていただいて、参加者の皆さんに本物の体験の場を提供していっていただきたいと思います。そうすることがですね、これからの地球環境を守ることにつながると思います。